西調布の料理うまいバーココ コロクッキングエンターテイナー大西哲也です。こんにちは。こんにちは。今日はコラボ動画っす。いやすごい。いや久々ですね。そうですね、うん、今回はね ココロチャンネルの視聴者の皆様も待ってたんじゃないかというわけで、今回コラボしていただきますのは長野からやってまいりましたシェフロピアさんです。どうぞやるんだそれよ。よろしくお願いします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 。今回もね、楽しみに初めて男性とのコラボですね。そうですね。今回は何をやっていこうかなって思ったんですけど、はい、せっかくね、もうちゃんとしたこうイタリアンのシェフに来ていただいたということで、はい、うん、改めてやってみましょう。ペペロンチーノ。よし。ガチガチのイタリアンのシェフに。そう、だからさ、いや、ペペロンチーノってみんな作ってるけど、まあ作って、あ、美味しいけど、これが果たして正解なのかどうかって分かんなかったりするよね、はいはい、同じ気持ちなのさ実は、はいはい、俺の作るペペロンチーノが果たして美味しいのかどうなのか分かんないよ、はい、いやどっちも美味しくても、うんうん、なんかこういう違いがあるんだねとか、まあ、ということで今回すごい楽しみでございます、はい、対決ですか。対決、いや対決ではない技術交換。ああ素晴らしい、うん、じゃあそれでは早速やっていきましょう。ココカロースキッチン。じゃあまずしたっけ、コココロさんから行くかい。まあ、うちは、まあ、こんだけだよね。あ、いいなペペロンチーノって今まで思いの多かったから。素晴らしい。あ、素晴らしい、パスタ乾麺 100g、 うち使ってるのはバリラっていうブランドの 1.4mm、 ニンニク1かけ分と、あとは刻んだニンニク、俺ニンニクに刻んでこうやって置いてあるんだ、うんうん、まあ、あとは刻んだニンニクを、まあ、1かけ分ぐらい、うん、こんぐらいだね。で、まあ、あとは唐辛子、うちは輪切りの唐辛子だよペペロンの時はね、まあ、1本分ぐらいかな。なるほど、うん、こんぐらい。パセリ適量、詳しくはパセリの動画をご覧ください。パスタを茹でるお湯はしょっぱいお湯にする。うち今 1.2 から 1.4% ぐらいの塩加減にしてる。じゃあ前より、あの時は 1% ぐらいっつってたけど、うん、俺はね今あの時よりしょっぱくしてる。お、味噌汁より結構しょっぱいなっていうぐらいの。ああ、なるほど、うん、塩濃度してるから塩もっさり入れてください。うちは変わりましたね。だいたいお湯7リッターぐらいで作ってるから、80とか85とか90とかそんぐらい入れてる。すごい。あとは味で調整してる。こんぐらいのしょっぱさだなっていう味で調整してます。じゃあある程度自分の鍋で測っておいて、そう何グラムにするか何パーセントとかが正解じゃねえから、美味しいのが正解だから自分の好きな濃度にしてください、はい、でも俺はしょっぱいのでやってる。 1.4% ぐらい、まあ以上だね。じゃあということで、まあ作っていきましょう。でしたらまずお湯に塩を入れる。ザバーッと水戸泉みたいに、はい、混ぜする。塩はすぐ溶けるんですか。そう、塩はね割とすぐ溶けちゃいます。味さ見るべさ、うん、もうちょっとしょっぱくてもいいかな。なるほど、うん、っていう感じで、あとこれパスタ作ってる時とか、あのお湯とか蒸発するから結構細かく味見た方がいいっすよ。なるほど、うん、お湯沸かしといて作っといて、そう入れる時にもう一回見ようかな。そう俺はペペロンチーノで一番何が大事かっつったら、ちゃんとしょっぱいお湯でしパスタを茹でることが何より大事だって思ってる。もう味付けだもんね。要するに、あ、こんぐらい。ここでペペロンチーノの味は決まると。まあそうだよね。そうだってあと味出るもん。大西論、風味ばっかりだよね。まあそういうことだね。塩味そこしかないもんね、うん、もう今回はもうパスタチャレンジでいくぞ。パスタチャレンジ久しぶりじゃないですか、うん、久しぶりだね。よし、パスタを入れる。俺はね4分50秒、袋に5分って書いてあるけど俺は4分50秒でいく。ニンニクを刻む。まずスライス、このね塊のやつまずスライスです。でこれもね様々だよね。あの一回さ叩いて潰してから切った方が風味が出るってさ、中華の技法とかではそうやって言うよね、うん、だけど俺はもうそのままスライスしちゃうね。で、あ、オリーブオイルオリーブオイルをこれはねもう 3、40cc 結構入れるよ。これを火にかける。最初は強火にかけてプツプツなってきたら刻んだニンニクと鷹の爪を入れるっていう感じだね。これ唐辛子の種類によっても結構味違ったりするんだよね。俺は今回はあの中華の朝天ラージャオっていう唐辛子を使ってる。唐辛子によっても辛い唐辛子もあれば辛くない唐辛子もあるから、これは調整した方がいいよね。そう、自分の家の唐辛子の味で、ね、1本分入れたけど辛くて食えなかったぞコラって言われても、そう、あなたの唐辛子が辛かった。そう調整してください。いや他の何でもそうだよ。醤油とかさ、ね、味噌とかでもさ、味噌大さじ1とか書いてあるけど味噌によってさ味違うからね。全然しょっぱくないやつもあるし。そう、あでこうフツフツなってきたでしょ。おいおい。でしたらね俺ね弱火にする。でこのフツフツいってる時にこうニンニクの味と香りがオイルに出てるから、
結構ふつふつしたらこれ入れる。刻んだやつと刻んだやつ、そうこのふつふつ状態になった時で、これなんで入れるタイミング変えてるかっていうと、そのスライスの方が火が通るのが遅いから。なるほど。でペペロンチーノのコツとして、俺はあんまりこう真っ黒まで焦がしてもいけない。でもある程度火をかけそうないとないけど、でねこれのね焦がし具合でも味結構違うから、そう生だったら辛くて食えないけど、はいはい、ある程度通ってれば、まあ、白い状態は白い状態でうまいし、ちょっと茶色くなってたら茶色い状態でうまいのさ。あ、そうなんだ、うん、いい匂いしてきたな。いい匂いしてきたでしょ、うん、まあ、だから好みでもうこんぐらいで、まあ、ニンニクの状態仕上げてもいいのさ。で今日は焦がして作ってみようかなみたいな。そう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 、うんうん、パスタの海はね言えよ。あ、自由だから。いつも俺は皿オーブンで温めてるけど、まあ、電子レンジでもいいよ。こうやって茹で汁入れてお皿をね温めとくのが案外大事です。まあなんだろうね、その麺が上がるタイミングと合わせてでもいいよね。で俺はねこんなもん、あもうなんかさ、俺はその黄色くなるちょっと前ぐらい、うん、もうすぐ黄色くなりそうじゃんみたいな雰囲気の時、そのさ、うん、ちっちゃいやつがさちょっと黄色くなってくるじゃん。なるほど。そうこのぐらいの時にお湯を入れる。オリーブオイルの量と同じかちょっと多いぐらい入れる。で混ぜる。これが乳化。乳化の時にパセリングもちょっと入れる。パスタのお湯を入れることによって これ以上そのニンニクに火が入らなくなるから、お湯入れたら100度になるからね。お湯捨てるでしょ、うん、ピピピピなったからパスタをお湯からあげる。でこれ乳化ね、この白濁した状態が乳化した状態、はい、そうパスタ茹でたお湯って小麦粉があるから乳化してるんじゃないかって言うけど、あの小麦粉出なくても乳化するから、ただのお湯でも、うん、まあ小麦粉出てた方が乳化しやすいけどね、うんうん、パスタを入れて大きく混ぜ合わせる。そうでもないんだ、うん、そうだね細かく混ぜ合わせますでこうやって混ぜ合わせることによってさらに乳化を促進する。混ざったらソースが絡む。そう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 、麺にパスタが麺にパスタが絡むから乳化してたらちゃんと。でこれ真ん中に丸く高く盛り付けリング、まず麺からね、麺から盛り付ける。でこうゴムベラでちゃんと残りのソースも取って、こう上にかける。で最後にもうワンパセリング。そう火を通したパセリと通してないパセリもね、またこの風味の違いも楽しみながらやってまいりましょう。久々に超真面目に作ったコココロズキッチン。今日はこれで決まり。コココロの、ペペロンチーノはこんな感じです。はい。はいはい。はい。はい、早速行きましょう。どれどれ、まずは俺のペペロン。いただきます。あ、どうぞどうぞ。ゾキさんも、うん、うん、うん、おいしい。うん、すごくおいしいね。うん、すごくおいしいですちゃんと、あれだね、ニンニクと唐辛子だけこんなにおいしくなるんだな改めて前よりなんか優しい味になったよ気がするね、なんか、うん、美味しいんじゃない。美味しい。バターみたいなの粒があって、うん、うん、なんかね、いつもよりね、なんか乳化がうまくいった気がする。そうだね、まろやかだね。やっぱり乳化したらこういう風になるのかもしれないな。美味しいわ、これ。美味しいわ。これいいね、うん、これいい。あの、いやそうだ、これ YouTube でペペロンチーノ見てきて、うちペペロンチーノ食べてめっちゃ美味しかったですっていうの分かるわあとはこの食感が俺好み。そうだね、細めの麺で固めの食感が俺は好み。これも好き好きだよね。そう、もっともちもちした方がいいとか、慣れたらね、こっちの方が好きになっちゃうっていう。だから、うん、うちのアルバイトさんとかさ、外でパスタ食った時に、なんか失敗したのかなって思うって言ってた。これも伸びてんじゃねえかみたいな。せっかくうちのにパスタうまいだなって思う、うん、いや、これは別にそれが悪いわけじゃなくて、 うちのに慣れすぎてるから、うん、パスタがこれだっていうイメージになってしまってる。そう、っていう感じですね。はい、うん、いいと思う。よかったですね。あ、よかったよかった、うん、ということで、したらシェフチェンシェフチェン、うん、ココカローズキッチン。はい、じゃあということで、ロピアさんが、はい、まあ、普段お店で出してるやつですよね、うん、ロピアさん式のペペロンチーノを、はい、じゃあこれから作っていただこうと思います。よろしくお願いします、はい、よろしくお願いします。それではね、まず材料紹介から、はい、行ってみましょう。まずこちらは、はい、これはアントニオ・アマートというメーカーの、はいはい、シチリアのメーカーですね。へー、結構ね、その粉の香りが強いんですよ。
だからまあ食感もいいんですけど、うんうん、どっちかというと香りが楽しめる感じですね。なるほど。ニンニクはこれあの地元の農家さんから直接取ってるんですけど、はい、地産地消、はい、地産地消地元の人に愛されるお店フローリアさん。まあ、鷹の爪はあの、はいはい、さっきシェフがおっしゃった通りで、うんうん、これ本当にいろんな種類あるじゃないですか。ありますね。ね辛みの強いものだったりとか、はい、今日はあの比較的ノーマルな。ノーマルな、ね、ですね。僕もねさっきのはね結構辛めだったんですよね。辛めの唐辛子。でもなんかあれでしたね。そのもっとこう、うんガーッとくんのかなと思いきや。そうなんですよ。であの味もしっかりするタイプのその唐辛子、割といいやつなんです。なんか香りも良かったですね。そうなんです、そうなんです。面白いですよね。パスタは 1.65mm、うん、そうですね、はい、が割と標準的ですよね。 1.7mm が多いですよね。そうですね、はい、最近太麺も流行りだから 2mm とかも多いけど。確かに確かに、うん、まあ、比較的なんかペペロンチーノって細めのパスタの方が合うっていうね、うん、言われはありますけれども、はい、まあでも完全にさっきシェフおっしゃってた通りで、はい、あの好みの問題なんで。好みですよね、うんうん、全然太麺で作ってもらったって、ね、全然問題ないんで。太い方がちょっと麺の香りとか味はしっかりする感じはしますよね。そうですね、うんうん、このあたりはなんか自分のそのなんかイメージに近いもので、うん、あとはオリーブオイルとかはうちので大丈夫ですか。はい、お借りします。パセリ、パセリも使います。あ、パセリ大丈夫です。パセリいらないですね。ポピアさんのやつでいってみましょう。はい、じゃあ失礼します。あ、ちょっとザラザラ系。あ、そうですね、うん、ちょっとザラっとしてますね。そうそうそう、バリラのはね、ツルツル系なんだよね。こうさ、表面のさ、こうパスタがさ、こうウニューって絞り出てくるじゃん。だからあれのね、ところのなんか材質によってね、そのブロンズだったらザラザラとかね、あるらしいよ。へー。僕は結構ペペ作るときは、はいはいはい、あの潰しちゃうんですよ。あ、なるほど、はい、皮ごといく。そうですね、で、皮剥きやすいので。あ、なるほどね。あ、本当だ。そうですね、簡単に剥ける。で、尻落として。そうですね、で、あと、まあ、麺。なんかすごい美味しそうなニンニクじゃないですか、ね、いや、すごいみずみずしいね。ね、農家さんに感謝ですよ。いや、すごいですね、いいニンニクだ。あ、おうおうおう、まあ、このぐらいで。あ、大きい、大きいですね。なるほど。おー、すごい、全然違うですね。あなたはちょっと違いますね。やっぱり潰してからの方が、あの、はい、香り出ますよね。香りも味も、うんうん、ですね。細かく足にした方がニンニクの香りが出やすいので、はい、だから足でこうシェイク使ったよね、はいはい、みじん切りの方が、はい、まあ、合うかもしれないですね。あの香りを出すには。なるほど。僕はこのなんかニンニクの食感も出したいから、結構刺してますけど。なるほど。まあ好みですね。いやー、はい、面白いな。面白いですね。めちゃくちゃ面白いな。 で、茹でるお湯はどんなもんですか。僕 2% の。あー、2%、はい、しょっぱい。だいぶしょっぱいですね。だいぶしょっぱいね、はい、分かるもんですか、 2% なんとなく。まあ、まあ、いつも飲んでるぐらいの味っていう感覚だ ね、はい、ね。あの、なんか僕師匠から教わったのが、はい、あのお吸い物でこれ出したらしょっぱいって怒られちゃうなぐらい。ああ、そう、俺は味噌汁として飲んでちょっとしょっぱいなぐらいだから。あ、怒られるのと、なるほど、そこの違いだね。怒られちゃう。俺のは怒られはしない、ちょっとしょっぱいなって思うぐらい。でも 2% はやっぱこれ飲めないのぐらいのしょっぱさ、ね、いや、そうだ、そうそう、うん、ちょっときついきついね。結構本当、あれ何パーセントでしたっけ。1.4 ぐらいですけど、だけどちょっと煮詰まったから。あ、なるほど、いいとこ来てるかもしれない。うん、これ僕このぐらいでやってますね。あ、お湯の煮詰まり具合で考えたらどうなんだろう。あ、いや、さっきよりしょっぱいわ。結構煮詰まった。じゃあ、はい、すいません、これで。あ、じゃあちょうどでしょう、はい、うん、じゃあスパゲティ茹でて、はいはい、カモン。よし、7分。はい、7分で。そう、袋も7分で、茹でるのも7分ですね、はい、今回は。そうですね、はい。それも麺によって結構違いますよね。違いますね。あの、これはあの、はい、消えてて大丈夫です。消えてて大丈夫です、はいはいはい、消えてる状態でオイル、僕大体 20g ぐらい。あ、俺よりちょっと少ないかなっていう感じ。あ、かもしれないですね。で、そこで、で、ニンニク入れて弱火にかけていくんですね。あのね、最初はこれで、はい、あ、やっぱり同じだ、はい、火ついてないところからオイルボイルとニンニク入れて。そうです、ね、強火にかけると。そうです、なるほど、なるほど。ここら辺はさっきと一緒ですよね。やっぱ沸いてくるまでは別に、ね、うんうんうん、全然あの強くて構わないんで、はい。ニンニクはこれのみですか、今の。はい、はい、じゃあ両方的には俺の方がちょっとニンニク多いかもしれないね。そうだね、うんうん。あ、チリチリ、あ、チリチリしてきた。やっぱふつふつ沸いてきたら、うん、弱火に落として。ああ、まあやっぱここ一緒ですよね。やっぱ香り、ニンニクの香りをオイルに移すっていう作業ですよね。すごい、この
こぼさなさがすごいです、うん、そうだねやっぱり黒い黒い電気が違う、うん、でもやっぱ唐辛子入ってないせいか匂いが結構違いますね、うん、そうね上がってくる匂いは、うん、唐辛子入れるタイミング確かに違いますね。そうですよね、セーフはもう入ってましたよね。そう、あの辺りでね、そう、あのプチプチしたとこで、あのアッシェのニンニクと唐辛子パンってアッシェをパクるなよ、うん、いや、普段は言うんだよ動画で言わないで。そうですよね、料理人のこっちの世界。そうなんですよ。ですよね。そうそうそう、僕に伝わらないですから。そう僕が分からない。あ、ちょっと茶色みが、茶色いですね、感じしますね。結構、うん、だいぶ、あ、ここで潰す。そうですね。ああ、へえ、まあもうやることはないんですよね。七分茹でだと結構余裕ありますね。そうですね、うん、でも結構じゃあ火かけるってことですよね。まあそうですね、肉、うん、ね、あとはまあかかりすぎそうだなって思ったらまあ止めたりしますよね。あ、そうですね、やっぱり仕事でねやるときってこうペペが入って、はい、で1、2枚作るのをずっと待ってるわけじゃないので、そう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 、他の作業やりながらやっぱりどうしてもあや行き過ぎってときはもうやっぱすぐ茹で汁入れちゃいますね。なるほど。いや、案外そう、仕事でやってたら流動的ですからねペペロンチーノ作りながらアヒージョ作ったりするのさ。そうそうそうやっぱある程度こう対応できる幅があるっていうことですよね、うん、そう結構本当に違うね。うん、違う。やっぱ今潰したのは風味とかをより出すように。そうですね、うんうん、あとやっぱり塊でやってるんで、あ結構ねあのごくごく弱火でやんないと、あのちっちゃいやつほらもう先に入ってますから、はいはい、あ、うん、そうですね。うちはあれですもんね、まあ、スライスはスライスの厚さだし、あのみじん切りはみじん切りの大きさだから分かりやすいかもしれない、うんうん、粗いとその細かいところには早めに火が入って、そうですね、うん、大きいやつは遅いですね。でもそれがまた良かったりするかもしれないですよね、うん、なんかこれの、うん、こういうなんていうんですか、潰しただけのゴロゴロした場合の良さって、うん、はい、そこだと思うんですよね、まあ、香りの出方とか、ね、食感の違いとか、うん、唐辛子はこれこう丸いまんま入れちゃうんですか。ね、僕の場合は、はい、大体もう この辺でいいかなっていう段階で、はい、うんうん、種だけは抜いて、種を抜く、種抜きますね、種抜いて、はい、半分に折って、半分に折って、あ、若干ですね、僕の場合ここでもう火止めちゃうんですよ。あ、なるほどなるほど。なんかね、10秒、15秒ぐらい、へぇ、ね、さっと炙る程度っていうか、うん、そうですね、そんなもんですよね。でもこれも今これですけど、うん、結構、ね、3、4年前までは割と僕最初に入れて、はい、ニンニクのこの、あ、じゃなくて鷹の爪の焦げた感、あー、はい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 、焦げる手前までは香り出したかった。それはそれでうまいですよね。そうそうそう、黒くなってくるぐらいの。そう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 、うん、で最近はねこれが流行ってる。流行ってる。僕の中で。でここで茹で汁を。まあそうですね。やっぱりここは量はどのくらいですか。量はどのくらいだろうな。20。そうですね。オリーブオイルと同じかちょっと多いぐらいですよね。そんぐらいですかね。でよく混ぜる。そうですね。まあでもこの程度で高さの上がり待ちますね。ああ、なるほど。白濁して乳化完了、ね、完了っぽい雰囲気ある。乳化ってみんな大好きですよね。そう、乳化の話で一本できるすごいな、違うもんだな。違うね。お、あ、来ました来ましたね、はい、これはもう あともうここは何もない。あ、お塩ちょっといただきます。あ、はいはいはい、これで。あ、すいません、はい、はいはい、これですね。じゃあいいですか。カリカリとカリカリで、うん、ほー、はい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 、もうでもここ入るだけなんで大きく混ぜ合わせる。早い早い。大きく混ぜ合わせる。あ、全然違う匂いがするよ。ニンニクの焦げた匂いが強いね。あ、でも、うん、これでいいっすね。あ、いいっすね、はい、あ、なるほど、なるほど、ちょっと味にして調整だ。そうですね、なるほどね。足りなかったらちょっと足すって感じですね。どうしてもこう家で完全に作る時だったら、はい、味例えば 2% なら 2% で茹で汁決めちゃえば完璧だけど、確かに。そう、お店でやってるともう、そう、煮詰まったら濃くなるし、そう、それから足したらちょっと薄くなったりしますもんね。そう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 、なるほど、常に変わってくるんで、うん、確かに。はい、はい、カカカルスキッチン、はい、今日はこれで決まり。ロピアさんのペペロンチーノです。おお、違う。いや、でもペペロンチーノ一つもやっぱ違うもんすね。違うもんすね、全然違う匂いする。うん、違うものよ。へえ、ロピアさん、まあ、唐辛子は、はい、唐辛子はこれは基本的に食べない、まあ、食べてもいいけど、食べてもいいけど、まあ、食べてもいいけどお店だったらこうやってあれですね、飾る感じだ、飾りで。あ、なるほどなるほど、やりますけど、はい、じゃあいただきます。いただきます。
あ、全然違う。すごいね。あのね、コチョウ匂い方が好き。いや、単純にニンニクの違いっていう可能性もあるよね。いいニンニク。違うわ。こっちの方がうまい。あ、違う。あ、あのニンニクがうまい。ニンニクとパスタも味がするね。うん。俺のはさ、ニンニクはさ、味付けではあるけどさ、具ではないよね。そうだね。これはさ、ニンニクが具だよ。辛みもほんのり感じるよね。うん、あんだけしか炙ってないのにね、出るもんなんだな。でもなんかあれっすね、水分の方がこう、うん、なんていう、まろやかで優しい感じですね、うん、なんかトゲトゲしいっすね。いや、大学生が生きて女の子にモテたいならこっちを作るべきだと思う。うん、そうかもね。こっちの方がね、なんかイケてる、うん、プロっぽい。うん、プロだね。いや、プロっぽいの。プロっぽいの。いや、俺さ、いつもさ、作ってさ、いや、プロみてえだなとか自分でふざけて言うけどさ、ロピアさんちゃんとプロだよ。そう、プロっぽいのよ。すごくプロっぽい味がするから、うん、こっちの方が多分どやれるだし、なんかパスタの麺もちょっと太いとやっぱり全然違うね。小麦の香りが本当にする。なるほどな。すごいね。うん、すごいわ。やっぱやっぱりニンニクうまい。ニンニクとパスタの違いがかなり大きいんじゃないですか。うん、そうだね。で、唐辛子はあのくらいの炙りっぷりでもちゃんと香りと味は出る。まあ、だからやっぱりいろいろやってみていいかもしれないね。そうだね。うん、ただ自分の好きなさ、例えばニンニク変えるだけで一回試して、うん、オリーブオイル変えてみて、うん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 、唐辛子変えてみてってやって、自分なりの一番を探せるよね。うん、そうだよ。こんなシンプルさだもん、試すこといっぱいあるでしょ。うんうんうん、いやでも本当こんなにシンプルなのにやっぱり作り手で変わりますね、だいぶ。まああれですね、いや全然違うもんですね。違いますね。同じ、まあ、だってニンニクと唐辛子と、まあ、塩とオリーブオイル、パスタ、うん、やっぱこんだけ違う。でもどっちもどっちもで美味しかったと思う。うんうん、両方美味しいよ。両方美味しい。でもちゃんとなんだ、ペペロンチーノなんて一緒じゃんっていうふうにはならない。全然ならないね。お店によって人によって違うなっていう感じ、うん、いろんなお店のペペロンチーノとかもちょっと食べてみたいなって思う。そうだね。これはちょっといろいろ食べてみてもいいかもしれない。でも、まあね、イタリアンのお店行ってそのアリオオリオペペロンチーノって出してる店って少ないですよね。あんまないですよね。そう、実は実はない。まあでも言えばやってくれるんじゃない。でもさ、いきなりさ、来てさ、ペペロンチーノってこいつ何事になるの？ニンニクと唐辛子だけのペペロンチーノ作ってくださいとか言われたら嫌だな。嫌だ、嫌だ、嫌だ。俺、うちペペロンチーノ580円で出してるんですけど1000円ですとか言われた。それでもいいなら食うか。いや、すごい、なんか勉強になりましたね。いやー、よかったと思うな。いや、今回は皆さんね、胸を張ってグッド評価はい、そしてチャンネル登録、はい、そしてロピアさんをまだご存じない方はぜひ行ってみてください。うちよりさ、しかも、まあ、YouTube チャンネルでうちらより専門的でおしゃれな料理を紹介してるし、うん、そう、お店もかなりそうですよ、しっかりされてて、はい、長野のね、なんでインター降りてすぐ。あ、そうですね、何インター、長野インター降りて、高速長野インター降りてすぐ、うん、フローリアさん、はい、ありがとうございます、はい、でございます。なんかあの、はい、ね、イタリアのお家みたいな、おしゃれなね、おしゃれな建物。長野行ったら必ず行こうと思います。知らない方はもしかしたらですよね、超会議出てらっしゃるんですかね。あ、そう、ニコニコ超会議、超会議出たんですよね。ああ、そうです。 YouTube 民はもしかしたら知らないかもしれない。ニコニコ民からしたら大西誰だお前だからね。いやいやいや、そうだよ。俺も、俺もウームのさ、イベントに呼ばれないから。偉い顔したい。ネット住民に偉い顔したいんだ。あれは。ぜひなんかこういう企画は面白いかもしれないですね。もちろんロピアさんともやりたいし、他の料理人さんとなんかこういうのやっても面白いと思いますよ。いや、僕もあの見たいですもん。そういう。そうですよね。ね、料理好きであれば好きであるほど興味があるじゃん、ね。そう。こういうシンプルなもの比較企画ね。うんうんうん、いや、チャーハンとかも面白いかもしれないさ。怖いなぁ。ぜひ一緒にやっていただける方。いやいや、そうで、みんなぜひ本当にね、改めて、まあ、ペペロンチーノをもう一回また作ってみよう、うん、家で。そうだよ、うん、まあ、多分作りすぎて飽きてる人いっぱいいると思うけど、改めて、そう、改めてやってみよう。そう、いろんなやつでやったらやる、まあ、まあ俺のやつ、ロピアさんのやつで、第3のあなたのペペロンチーノね、俺のペペロンチーノが俺のペペロンチーノをね、あの男は胸に抱くべき。あれもあれもいいし、これもいいけど、うん、俺はこうだよっていう信念を持つっていうことがね、大事だから。、うん、
うん、じゃあ今日はありがとうございました。ありがとうございました、はい、本当に。はい、じゃあしたらまあ例のあれで、あれで締めますか、はい、これですね、はいはい、じゃあ行きますよ、せーの、したっけ。コココロチャンネル、チャンネル登録、グッド評価よろしくお願いします。福山雅治で、ね。